台北中央社米軍艦一隻が10日、台湾海峡を北から南に向かって航行したことが分かった。国防部、国防省などが11日までに発表した。米軍艦が台湾海峡を通過するのは、今年1月20日のバイデン政権発足以来3度目。同部は、国軍は台湾周辺の海、空域における状況をすべて把握しており、異常はないと報告した。米海軍第7艦隊が発表した報道資料によれば、台湾海峡を通過したのは、アーレーバーク級ミサイル駆逐艦、ジョンフィン。同艦隊は、国際法に則った行為で、自由で開かれたインド太平洋への約束を証明するものだと強調し、国際法が許す地域での飛行や航海を続ける、米軍の姿勢を示した。同部や米海軍はこれまでに、先月4日に同級ミサイル駆逐艦、ジョン・ S ・マケイン、同24日に同、カーティス・ウィルバーが台湾海峡を北から南に航行したと公表している。